プロデューサーの皆様こんばんは、翔です。ということで、今回はですね、早坂美玲ちゃんの、性能解説の方、したいと思います。はい。まあ、ざっくり言うとですね、まあ、毎回毎回この単語を使うと、もう結局何が強いのか分からなくなっちゃうっていう風なことで、あんまり使いたくはないんですけど、まあ強いです。当たり前なんですけど、まあなぜかというとですね、まあ今回キュートダンスの、特化でございますと、7000、アピール値も7000超えてますと、で、11秒高確率。で、ということで今既存の、ダンスキュートの、ことは、秒数も被っていないため、まあ、編成することができますと。で、これで3枚種類目の、キュートダンスの、特化型になりますと。キュートダンスですね。まあ、この前、ちょっとこの動画見て、ダンスとか、ボーカルとかビジュアルとかわからないっていう方もいると思うので、ちょっと軽く説明したいと思います。まあ、簡単に言えば、RPG で言うと、例えば攻撃力とか、あと魔法攻撃力とか、まあ要は別々のなんか攻撃力みたいな風なイメージをしていただければそれが一番いいんじゃないかなと思います。で、それの特化型っていうか、それ同じやつを一緒に編成してあげると強いよっていうのが簡単な説明でございますという感じですね。で、今回その、3つ目、3種類目、向上であれば、スコアアップっていうスキルの中であれば、これが、3種類目でございます。ミレイちゃん。今回出てミレイちゃん。工場のミクニャン、あとフレディカで、これで3枚ですね。で、あとは、もしこのキュートダンスだけで編成する場合でございましたら、あとは、限定であれば、ウサミと、チャマでございますという感じですね。このミレイちゃんが11秒で、ミクニャンが9秒だったはずで、フレデリカが4秒なんで、まあ、すごくバランス取れたいい感じのパーティーじゃないかなと。まあ、よく言えば7秒が欲しいなというところでございますが、まあ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 、それはね、多分出るのがすごい後になると思うんですけど、もう最初から言うとですね、まあ、これで今までキュートはキュートボーカルの方が今まで強かったんですが、これで特化型が出たということで、多分今まで、キュートダンス編成では、サチコか、キョコちゃんが、入っていたんですけど、まあ、いずれにしても2人は、まあ、バランス型のちょっとしたダンス特化、ちょっとだけね他のステータスよりも高いぐらいであったんですけど、まあ、今回このね、まあ、7000超えてる完全な特化型と言われるミレイちゃんが出たんで、チェンジですね、交代でございますと。ダンスだから、ということで、まだボーカルのキュートボーカルの方はね、まだね、あのオトクラちゃんなんですよね。まだ、バランス型のちょっとボーカル値がちょっと高いぐらいのオトクラちゃんが入ってるんで、まあまだボーカルは、キュートボーカルはね、まだをちょっと越しちゃいましたね。で、多分この編成が一番キュートダンスの中で一番強いんじゃないか、キュートの中で一番強いのであると思います。あ、まあですね、確実にそうですね。で、ちょっと僕、まあ、そのキュート楽曲であれば、多分このパーティーが一番強いんじゃないかなというふうに思います。まあ他の楽曲であれば、まあもうどうしようもないんですけど、シンデレラフェス限定のね、チャンミオが、ダンスが、まあ今、多分一番現環境の中で一番強いんじゃなかったっけな、確か。うん。まああっちはね、あっちで限定がすごく強いからね、ほんと。まあはい。なんで、まあただキュート楽曲であれば、まあこちらの方は強いので、こちらの方を、まあ当てた方は、ぜひ工場のね、大変なんですけど、まあもうそれ1周年が来るんで、まあおそらく他の今言った4体は集めやすくなると思います。限定復刻も、今言ったウサミと、チャマは、含まれておりますので、まあ狙ってみるのもいいと思いますし、あと工場の2人に関しては、まあおそらく、まあ多分、いや、なきにしもあらず、スカウトチケットがおそらく来ると思うので、1周年で。まあ残りの2体、どちらかゲットしてもいいんじゃないかなというふうに思います。なので、仮にポロッと、この早坂美玲ちゃんゲットしたいという方は、そういう計画を練って、キュートダンス先生を、目指してみるのはいかがでしょうか。かなり強いと思います、本当に。しばらくはずっとキュートダンスかなと思いたいんですけど、まあ、ボーカルが来た時には、まだちょっとボーカルに、ね、なってしまいますね。あの時代は。どうしても限定のウサミンが7000切っちゃってるんで、アピール値を。ボーカル、まあそうですね。まあ、チエリも7000切ってはいるんですけど、多分ボーカルの方は強いんじゃないかな、ほんと。総合的なステータス考えるんだったら。もし、特化型が来ればの話なんですけどね。はい。工場の。まあなんで、まあ、当てられた方は、おめでとうございます、本当に。いや、すごく、強い子でございます。まあ、そういう編成をしてみるのはいいと思いますね。はい。あとは、まあ、
まあ、それらをゲットするまでの間は本当にあとはキュートのダンスの SR のことを編成してみるのも、すごくいいかなというふうに思います。はい、以上が、今回ね、綾坂美玲ちゃんの、性能解説でございました。すごく 軽い感じだったんで、まあ、もしかして当たり前だよって言われるかもしれないんですけどね、知られない方もいっぱいいらっしゃるかなと思いまして、動画にしました。もし知ってる方が多かったら、別の角度で今後、解説していきたいというふうに思います。なのでコメント欄ぜひ、コメントの方ぜひよろしくお願いします。もしこの動画が良かったら、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。まだチャンネル登録、まだという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。